้ยได้วะเอซีตัวก็เอซีเกียซีซีซีได้ด้วยเนาะชีดชีดđang bắn lên đồng đất đấy. ご紹介いただいた館林きゅうり生産者の杉山です。いつも館林さんのきゅうりをお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。知り合いが出荷しているサチホゴールデンというビール麦がキリン一番搾りに使われているそうです。そちらもよろしくお願いいたしますというコメントが届いております。それではお願いいたします。いよいよ始まりましたね。始まりましたね。ワクワクしましたね。はい。そこから食べ物ですから、無駄ですよ。いや、食べ物。食べ物。今何を教えますか。はい。バン。あれね、選ぶ気つくんだよ。あ、ついた。じゃあ、どこまで目でも見る。さあ、お披露目のご飯、ご覧いただきましょう。よっしゃい！わ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 っしゃい！ありがとうございました。チェックしましょう。これからいよいよおよそ1時間、テレサ花火のサーモンをお楽しみいただきます。テレサ花火の採決は、本場豊橋市でもテレサ花火ショーの第一人者でいらっしゃる丹野さんと私、奈良がご案内をさせていただきます。ここで皆様へ掛け声のワッショイについてのお願いがございます。いつも客席からたくさんのお話をご提供いただき本当にありがとうございます。前回に続いて今回もコロナ感染予防のため実況のみワッショイのご提供、皆様は掛け声はお控えいただき手拍子で応援していただく形でお届けできればと思います。ご理解とご協力をお願い申し上げます。それでは改めまして皆さん、ちょっと見せてみましょうか。わっしょいの後に会場の皆様はわっしょっと手拍子をしてください。それでは始まります。わっしょい、わっしょい、わっしょい。はい、このような形で引き続きよろしくお願いいたします。さあ続いては先ほどの5分より少し遅い3分です。それではプログラム2番サンフィーの応用です。第1組、挙げ手は田辺義和さん、山本真子さんです。
しょい、わっ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 しょい、ありがとうございました。山本さん、先日仕事中、足柄町に頭に2箇所痛みで寒いです。今日は暑さと痛みと戦いながら、鉄の花火をごまかしたいと思います。さあ、続いて第2組、挙げ手は原智明さん、上尾武史さんです。上尾さんから、皆さん、夏休みの計画は立てましたか？鉄道花火は宿題の絵日記にも描きやすいですよ。バッショイの手拍子で応援してくださいね、というコメントが届いています。それでは参りましょう。¡Vamos!
山口ひかるさん、田村直人さんの応用でした。田村さん、ご覧になっていかがですか？初めてというのは思いませんよね。すごく落ち着いて驚きました。素晴らしいです。さあ続いて第4組です。挙げては小林雄一さん、古田翔二さんです。古田さんからご来場の皆様と災害に遭われた国内の皆様の健康と早期復興を願って応援いたしますというコメントが届いています。わっしょい
đâu mà ngủ.交通事故に遭わないよう気をつけてお過ごしくださいね。
わっしゃいの手拍子、応援よろしくお願いしますというコメントが届いています。本当にこの大物席ってお客様の手拍子が聞こえてくるんですよね。それがまた出しても励みになりますね。お客様の手を割るまで赤くなっちゃうのも力強い手拍子。そんなこと食べちゃいけませんよ。食べちゃいけません。
いらないと来たんですけども、本当に入ってましたこれは、ホールリードとして場所に注意してます。それでは、皆様、人が多いのはずをお願いします。
ちゃん、誕生日おめでとう。おめでとう。さあ、この後はいらしてくださったお客様に何種類のプレゼントになるのか、迫力のある5機迫力3本同時上げをご覧いただきましょう。音も炎もとても大きい5機というのは火薬が 4000g、 質は 8kg、 総重量が 12kg ですね。これはお披露目と同じ大きさになります。あげれば吉永慎吾さん、神尾武さん、原智明さんの3名です。吉永さんから、はい、この吉永さん、首都大国の特区の番組になってます。あ、そうなんですね。私ということで、そんな吉永さんからカメラマンの皆さんへメッセージです。皆さんのシャッターをしっかり届いています。そして、原さんからはテレビ放送で立て回しで鉄道花火大会を見る機会が増えてきました。今日は立て回しにご来場いただき、皆様本当にありがとうございます。それでは参ります。せーの、わっしょい、わっしょい。わっしょい、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 すごい。
なくなってる。ひどくね。今だったらティーラで爆竹鳴らしてもみんな気づかないよね。反応するんだよね。きっと幽霊がいるんだよ。どっから花火出てんだよ。
牧野の手の位置が低いなと思って。皆さん少しお待ちいただいても大丈夫ですか？大丈夫ですか？何流れてる？ということで、始まりして、三つの花火大会は午前の様子
が放送されるそうです。見逃し配信は TVer でご覧くださいやっぱりね、このぐらいだとこのチームが。
参りましょう。あげては、タビオさん、タビンさん、池田さん、竹正さん、高橋さん、山本さんの6名が、本部席と反対側の向けて応用します。高橋さんから、おかげさまで、立て前新商会を24年目しました。皆様のご声援、心に響きますというコメントが届いています。Thank you.
それでは3組目、松田隆之さん、樋口真嗣さん。
シルスさんの優勝をご覧いただきましょう。せーの、わっしゃい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 、さあ、続いて4組です。吉野家茂さん、小林さなやちゃんです。小林さなから、私たちは東京の思い出として、心に残る花火や、みこしを通じて、建て替えの演技にし、子どもたちに夢を与えお手伝いをします。願いは一つ、日本の元気を建て直しの手伝いから発信します。というコメントが入っています。それでは参ります。せーの、わっしゃい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 、ありがとうございました。吉永茂さん、小林さなやさんでした。Thank you.
ワッショイ
今日をもって第24回武田信玄の子供の会